皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年12月の26日、20時57分。まあ、先ほど、井上尚弥選手の、試合が終わりまして、まあ、今日も遊んではならないルールで、休憩時間は、ちゃんと、あって、まあ、ルール、法律でもあると。で、淡井圭介は頭も中も心の声も喋る言葉も使用すると。で、一応まあ組み上げで、スマートフォンで試合始まる前から撮影していて、言葉の組み上げっていうのはある程度作っていて、試合中に心の声などでも組み上げています。まあ、これは基本的にこれ、バンテージを巻いてるんじゃなくって、今、スタッドレスのね、タイヤの、まあ、トラックからの積み下ろしとトラックへの積み込み。まあ、あとは、倉庫のそのパレットと呼ばれる、まあ、棚のところに、まあ、積み上げていったりだとか、まあ、下ろしたりだとか、まあ、そういうふうな、仕事をしていて、こう、ゴムの部分は基本的に手のひらで、で、手のこの辺のところとか、ゴムの部分はついてないんですよ。で、汚れてきたらどうなるかって言ったら、まあ、この辺のところに、そのタイヤの成分とか付着して、それ、すぐに洗わなかったら、結構皮膚が傷んだりするんですね。で、あと、掴むとき、こう、基本的にホイールを掴むんですよ。ホイール入りの、そのスタッドレスのタイヤで、まあ、大きいタイヤとかだったら、まあ、ランドクルーザーとか、レクサス、まあ、基本的に、最初思っていたのが、レクサスの一番大きなタイヤが、一番重たいなと、ホイール付きで。で、それよりも、もっと重たいのが、この間あって、株式会社、トールさん。まあ、なんかこの話も聞いたことあるんですよ。フルスラーパークで、僕は二十歳ぐらいの頃に勤務してた頃に。まあ、ライジントールなのか、何なのか、だとは思うんですけども、そのレクサスの一番重たいタイヤ、重たいものがあって、まあちょっと話がだいぶ逸れてきたんで、ボクシングの話に戻しますけども、まあまあ、まあ最後のパンチの方から行きましょうか。まあ井上尚弥選手には伝わったと思うんですけども、最後のパンチ、ホームページは IKS の履歴なんですよ。まあ、それ、もちろん、試合中こんな笑うような、言動で絶対、心の声の中でも頭の中でも描かないですよ。もうそこは大真面目。ホームページは IKS の履歴って、まあ、こういうふうな形で、まあ、すごく威力のある、ストレートが、しっかりと、まあ、捉えていると、相手選手は。まあ、そういうふうな形で最後、ダウン。まあ、相手選手に試合中、まあ、伝わってるかどうかわからないですけども、まあ、ごめん、淡井圭介勝ちに行くからと。まあ、淡井圭介は言ってなかったかもしれませんけども。まあ、その辺のところ、まあ、こちらも宣言してますし、その辺のところはもう全力を、尽くすと。まあ、こういったところですね。まあ、試合開始から、まあ、頭の中をできるだけ待たせるように、対応して、まあ、心の声などとかの組み上げとか、まあ、いろいろなことを行ってですね。まあ、早いラウンドだったと思うんですけども、ダウンを奪えた。まあまあ、あのあたりから、正直、もう主導権は、握ってるような状況でしたね。日本人選手でも、何回か経験があるんですけども、その、両選手のことあんまり知らない。で、まあ、劣勢な選手を見たときに、頭の中にね、フック師匠の話とか、渡してあげようとか思ったりするんですけど、それで僕の頭の中に行ったりとかするんですけども、ある程度ダメージが、やっぱり差がだいぶ出てきたら、挽回できるほどのものでもないんですよ。まあ、まあ、確率で言ったら、もうものすごく低い確率になってくるんでしょうけども、ずっと、押されていた選手が、力のこもったパンチ一発がこう急にヒットして、でそこからまあ そのパンチ一発で相手選手をダウンさせたりすることがあればまだ可能性はあるんでしょうけども、基本的にまあずっと僕は井上選手側でまあ頭の中を犯したりとかいろいろ組み上げたりだとか、そういったことをずっと行っていて、
で、それがやっぱりリング上にある程度現れるんですよ。で、途中から、その、フック師匠と王の話が、まあ多分海外の選手も知ってるかもしれない部分もあるから、試合中に良いアッパーもあるよとか、まあストレート。まあ僕のまっすぐな、その、記載してる内容だとか。まあその辺のところの部分とかもあって、まあ分からないですよ。大谷翔平のそのストレートとか、佐々木朗希選手のストレートとか、高校生で160キロを出すようなね、新しい世界っていう、まあそういうふうなところとかもあるのかなとか思ったりするんですけども、まあ基本的にけどそれは身長ないと絶対無理ですからね。筋肉の搭載量とかいろいろありますから。ボクシングの場合は、まあ試合終わった後、もうすぐ次の階級もちろんと、4団体統一戦と、まあそういうふうなところを描いて、まあ4団体統一のまま進んでいくと、階級を上げていくと、まあそういうプランですからね、もともとは。私から言わせたら、階級を上げたからといって、不利かどうかで言うと、その分筋肉はたくさん作っていることになるんですよね。まあ何回か井上尚弥選手も僕の動画とか見て伝わってるとは思うんですけども、その、相手が身長大きかったら、それだけ骨とか骨格がついてるから、筋力の搭載量で言うと、体の小さい人の方が、筋力搭載されてるんじゃないかと。だから無制限になった時は話が全然変わってくるんでしょうけども、階級が。だから、正直、威力のパンチありますよと。体重、ウェイトは同じある限りっていうことにやっぱりなると。まあ、タバレス選手の今日の戦い方は正直ちょっと不思議だなと思いましたね。左のガードをこう徹底的にこう上げていて、まあ途中から僕はそれ思ってから左とかを、左のパンチとかも使い始めましたけども、早期から左のガードを固めすぎていて、まあ井上尚弥選手が、押し込むような威力のあるパンチをずっとタパレス選手は左手でガードしていたから、正直ね、これ、まあ、ボクシング選手とかだったら絶対わかると思うんですけども、人間だから、そんな思いっきり力の押し込んできたパンチ何回もガードしてたら、左手を痛いから、左手のジャブとかが、左手の威力のあるパンチとかが、あんまり普段通りの性能を発揮できなくなるんですよ。だから余計右ばっかりになるでしょ。だからそれを考えてから、なんかタパレス選手、左も使い始めたけども、正直そこからしても手遅れでしょっていう、もう威力のある左があんまり打てなくなってるから、その思いっきり押し込んだパンチ、体重乗ったパンチを、もう中盤以降ではもう確実に10発以上はガードしてるでしょ。中盤、それぐらいの頃には。もう絶対そうでしょ。左打って正直大変でしょ。もうその時点で、もうこちらも読めるし、頭が浮かせるから、その、井上尚弥選手も、その辺のところしっかりと考えてできると思うんですよ。そのいろんな選手で、これあると思うんですけど、一般業の我々も。先まで分かっていたことは急に分からなくなったとか。だからそれ、まあ、頭なんかこちらも、渡してるし、そのことを強く意識してるから、井上尚弥選手は試合中にそれを忘れることがないんじゃないかなと僕は思ってるんですね。まあ、その辺のところは、まあ、いろいろあるかと思うんですけど、ただ、やっぱり、これね、野球のピッチャーでも例えるとそうなんですけど、僕の腕の力を貸したら、例えばね、頭の中じゃなくて、ピッチャーの人に、例えば阪神タイガースのピッチャーに腕の力を貸したらどうなるかって言ったら、コントロールが悪くなるんですよ。これは自分がもともと思ってた力配分とかで、まあ、ストライクゾーンのところをこう丁寧に投げ分けたりするのであって、そこで他者の力、腕の力とかプラス上乗せにされたら普段の自分と違うわけじゃないですか。自分の思ってる感覚じゃないか。だからちょっとずれるとかあって、今日の試合も一瞬だけね、腕の力を渡したんですよ、井上尚弥選手に。そしたら、
クリーンヒットが当たらなかったと。なあ、その辺のところで、あ、やっぱり頭の中だなと。まあ、そういうようなところですね。やっぱりクリーンヒット、しっかりと、パンチが相手選手を的確に捉えると。まあ、こういった形の方がいいんで。まあ、ただ途中からね、僕を渡してるような状態に変わってましたね、井上尚弥選手に。で、そこまで行くと頭の中とはちょっと違うんですよね。で、かなり、パンチが的確に相手を捉える内容っていうものが、まあ、飛躍的に率が上がってるんですよ。で、威力もあるんですね。だから僕を渡してるから、正直僕体の力がもう抜けてるんですよ。多分頭の中とかいろんなものがいってるから、それで多分ちゃんと整うんだと思うんですよ。威力も的確性も飛躍的アップ。だからその状態になったらもうまず、まあ、相手選手も無理でしょうね。そもそも途中のところで、一回ダウンしてるし、で、その、ガードね、そんだけ上から殴られたら、痛いものは痛いしっていうね、まあ、その辺のところがあって、まあ、もう途中から、まあ、正直、世界戦なのに、ほとんど右手だけのボクシングに、言いづらい部分があるから、最初に早々に気づいて3ラウンドぐらいからかな、タパレス選手も左ちゃんと使うようになったんですけど、いやもう使ったら使ったでパンチ当てられてたから、いや左のカード下がるでしょ。で、いや僕は井上選手側でもう一回言い直しますけども、いや、相手はね、左使ってきたり、で、ガード下がるから当てやすいから、もうだからタパレス選手も途中から自分なりに分かってたと思いますよ。泥沼だっていうところが。あ、これもどうしようもないなと。で、まあ、その辺ガッツでなんとかしようとはしてくるんですけども、多分もう、タパレス選手ご自分が気づいてたと思いますよ。これ無理だなって。詰まれてるっていう状態だ。まあ以前も指摘して、まあ他の試合でもそうだったんですけども、相手選手が第1ラウンドからなりふり構わず先手を取りに来ようとしっかりとラッシュを仕掛けてくると、積極的に攻めてくると、まあその辺のところも、まあ戦い方しっかりとその試合井上尚弥選手で頭の中を動かしたりとかして、しっかりと対応して徐々にこちらが、主導権を握っていって、で、まあだんだん相手選手もいろんなことを意識してるのが、目に見えてわかる。だからどこが、空いてるかっていうのが、よくわかると。あ、そうそう、それとちょっとアッパーの話に戻りますけども、言い忘れてましたけども、試合中その良いアッパーあるよっていうのを考えてから、その次のラウンドかその次の次のラウンドぐらいだったと思うんですけども、相手のパンチをかわしながらショートアッパーで、それがまあ、ちゃんと相手選手に、ガードの上からじゃなくて、クリーンヒットしてると。で、まあ、井上尚弥選手も避けながらとかだったんで、まあ、当たるとは思ってなかったのかな。ちょっと一瞬当たって、井上尚弥選手もちょっと驚いてると。もちろん今これ、試合終わった後の、もう気抜いてね、僕だから、これ笑いながら言ってるんだって、いや、それね、後から見たら、パンチ打った選手も驚いてるっていうところで、まあ、こういう、シーズンですからね、まあ、年末だし、まあ、ちょっとこういうような面白い話も、まあ、導入しながらというようなところで、お話しさせていただいている次第です。まあ一瞬ちょっと
あんなこう小さく打ったこうアッパーがちゃんと当たってるっていう、その一瞬井上尚弥選手も自分で当てておきながらこう一瞬ちょっとそれ想定、あ、当たってるところを想定して次、まあその2、3といいましょうか、そのアッパーの当たったところから、そこ考えてたら多分あそこが一気にいけてたような気もするんですね。まあけどその辺のところに、まあ正直早いラウンドでダウン奪ってるし、まあポイントもどう考えてもそのクリーンヒットも井上尚弥選手の方が多かったし、まあ上からもしっかりと叩けてるし、印象的にもまあどう考えても井上尚弥選手のリード、まあ手堅いボクシングかなと。まあまあラウンド進めは進むほどタパレス選手はどんどん積まれていった形ですね。まあまあこっちもね、やっぱりエネルギーの残存量問題で早くお客さんを返さなければならないと、まあ、こういうふうな部分もありますので、そこは、ホームページ淡井圭介の利益というところで、威力のある一撃が、まあ、最後しっかりといったと、まあ、こういうふうな展開ですね。まあ、解説席ではね、これやっぱりねカメラの角度でよく分からなかったんですけども、まあ、テンプルにまあ、ストレートが入ったというようなことを解説席の方がおっしゃってたと思うんですけども、カメラの角度的とあと相手の動き的に、そのテンプルって側頭部をイメージすると思うんですよ。けどカメラ見た感じだったらやっぱり角度的にも額の方に大半拳当たってるんじゃないかなと思ったんですよ。だからまあまあまあ、試合終わってからその VTR 見てから、まあ拳の方大丈夫かなと。基本的におでこの骨って一番分厚いですから、まあ拳の方が負けてるケース、その試合中に拳の、ね、関節のところとか当たって骨折した選手とかやっぱりいますし、意図的に昔ね、K1 かな、 K1 に近いような格闘技で中国の選手はね、少林寺拳法の達人の人で、またもう ものすごい頑張り屋さんで、なんかもう本当にまあ、いろんなことを知ってるタイプの少林寺拳法の方で、ああもうこの人相当強いなっていう、額、まあ、丸刈りの人なんですけども、額をね相手選手にさらけ出して、まあ、意図的に打たせて、で額で受けるんですよ。で試合中に相手選手の拳が骨折だから、いやもういろんなところを鍛えてる人で、歯でね木のテーブルを加えたまま持ち上げて歩いてるんですよ。4名掛けぐらいの、4名掛けって四角で 1,2,3,4 の 4名ですよ。だから木のテーブルってまあ物にもよるんでだろうです、ものにもよるでしょうけども、基本的にはめちゃくちゃ重たいんですよ。だから顎とかもうこの辺とかも多分かなり筋肉ついてるから、だからこう殴られた時基本的にはこの辺が危ないじゃないですか。だからここ筋肉で固めてしまえっていう考え方とか、この辺も何回も打たせて剣打鼓ができるように、その人この辺そういうような皮膚になってるのかもしれないですね。だから首も太くて、ね、意図的に額で受けて相手選手の拳の方が負けるっていう、ちょっとその人はちょっとまあ多分何させてもかなり強いと思いますよ。まあ僕よりもしかしたら年齢上の方かもしれませんけども、まあ動画の中でその人のしてることを見たらちょっと驚愕しましたね。まあとにもかくにも、井上尚弥選手、4団体統一の、2階級制覇、おめでとうございます。関係者の皆さんも含めて、まあ当然、次
も4団体統一の次の階級を、狙っていくと、まあこういう風なプランでいいんじゃないかなと思っています。まあすぐにあの動画の撮影とか他のことしながら、ね、もう忙しいね、今日火曜日なんですけども、昨日月曜日の出勤がめちゃくちゃ辛くて、夜中に起こしに来たバカがまだ何人かいて、本当に月曜日出勤で2時間しか寝てなくて、出勤これタイヤのホイール使ってあとタイヤ転がして運んだりとか、あとね、それ3段目とか4段目のパレットとか登っていくんですけども、当然命綱だしまあまあ、僕からしたらまあ力仕事だから、あの筋肉ついて、まあ金稼ぎしながら筋肉つける、そのお金払いながらじゃあこれね、一般的なその辺のでもこの辺りにね、体鍛えるジムは3つ目がこの間できる昼間ガラガラやのに3つ目オープンさせどうすんねんとちゃんと経済原理みんな分かってるで、どっから流れてきてんのそのお金って、本当に調べるよこっちもっていう。いやだからお金払いながら体鍛えてどうすんの、そんなもう腹筋腕立て背筋ぐらいみんな学校で習ったのに、あとねえその辺捕まって懸垂したりとか、まあ効率のいいその鍛え方、自分の体重でそのトレーニングしたらいいの、お金払ってお金稼ぎできるところ少ないのにっていう、そのだからそういうところからしたらね、あの僕からしたら働きながら体を鍛えると、まあそういうふうなところで、まあ向いてるなと、そのまあ仕事中にね、いろいろこう本音をみんな言うじゃないですか、それきついやつやとかこれだるいやつとか言うんですけど、そこは僕はねちゃんと自分で言ってるのが僕なら喜ぶところですとその筋肉つくからっていう、そういうあの肉体トレーニング込みで、まあまあそのパレットにね、こうまあ縦に3段奥行きでまあ5列ぐらいかな、まあそれをまあ前の方に全部出していく、その棚から下ろして運んで積み重ねていくっていうのを、目の前にね髪の毛染めてる男性、まあどこの会社の人かわからないですけども、僕は人材派遣会社から行ってたんですけども、2人いて、僕は手前の方の列で1人なんですよ。で、2人でこれだるいやつやとか、なんかそういうことを言ってるんですよ。わあ、これだるいやつやとか言ってるんですよね。こっち1人で、向こう2人。1人で同じぐらいの仕事、向こう2人分の仕事に対して僕行ったね。まあ、体鍛えれるからいいやっていう、まあ、ただもう。初日とかも腰とかめちゃくちゃ痛くて腕とかも分からへんまあそういう状態で、まあまあそんな形で、今仕事しながら体鍛えていて、明日も出勤ですでまあ12月28日にまあ皇居行ってという形ですね。そこでまあまあ結婚問題運動もそうですけども、河川水門開式ダム発電とか違う水流トンネル発電、まあそれが進むんだろうなとは僕は思ってるんですけども、まあそこから岸田総理とかとお会いしてとだと思ってるんですよ。どう考えてもエネルギーの残存量、ホームページ YKS が36を見てもらったら分かる通り全然足らない、本当にえらいことになる、本当にもう目と鼻の先、こんなにものすごく危ない状態とは思ってなかった。本当に20歳ぐらいの頃に無理してでも自分で河川撮影して、で自分なりの答えを、いや一応ねデジタルカメラとかで撮影とかしてたんです、ちょっとだけね。で、けどあの時も力仕事でしたからね、ウルツラパークのバーベキューコーナーとか、休みの日にそんな1日30キロも40キロも歩いていられるかって、そういう日の出勤どうなるのまあこういうふうなことだったんですけど、けどあの時頑張ってしておくべきだったんでしょうね。これ本当危ないですね。
ほんと。こんなにガスと石油が足りてないと思ってなかったですね。先々も掘っていく分を含めてなんですよ。消費の拡大がここまで広がってと。で、もう世界中で早々に車を売るのやめてくれと。2004年にガソリン車の販売停止と、あとは電気自動車で、補助金撤廃。もうこれにしてくれって言ってるんですよ。で、一応、今、トヨタグループでダイハツが何か制裁だのなんだのっていうニュース、それ以前も流れてるんですよ。で、それ、この間書いたの1週間ぐらい前ですね、ホームページ。で、まあ、トヨタの、副社長などが、まあ、そういうようなニュースの、ダイハツ不正のっていう内容のニュースなんですけども、まあ、記者会見とかに出てきて、で、その2024年の方向でね、まあ、動くっていうようなところでね、返答はいただいてるんですよね。ただ、ホームページに記載したのが、1週間ぐらい前ですから、それも世界中で同時に行ってもらわなかったら、そこはそれで、日本単独で行ってもエネルギーの残存問題の解決全然つながらないですから。だから、まあ、豊田章男さんとかが記者会見に出てきてないっていうことは、会長である豊田章男さんとかは世界中の自動車メーカーとか政府とかと通して、今、もちろん政府も動いて、世界中の政府が、調整中なんだと思います。だから、はっきり言うとまだ2024年の4月からガソリン車販売停止、電気自動車補助金撤廃までの話がいつ出てくるかっていうところですね。まあそれはっきりと表立って出てくるのは、まあまあ、ある程度時間はかかると思いますよ。まあ、以上です。皆さん、お疲れ様でした。まあ、私は朝出勤ですが、もうこれぐらいで、あとは動画のアップロードに、努めてまいりたいなと思います。まあそちらも忙しいでしょうから、明日の朝ぐらいに動画アップロードされるような段取りで組んでいきたいなと思います。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、できたらお願いいたします。まあ、これ一般人の方にも含めてなんですけども、着信通知の設定がわからない方は身の回りに聞いていただいたりだとか、最寄りの販売店の方に、聞いてください。以上です。皆さんどうもお疲れ様でした。